ポケモンスリープを開始して310日目でございます。310日目時刻は12時56分でございます。おいおい昼かと思われてるかもしれないですけど、実際は7時半から8時に起きて、で大谷翔平のメジャーリーグ見て、今日はホームラン打ちましたしね。で相手が怪物新人で、で9時から今棋王戦ですよね、将棋のタイトルがあるんで、まあ、そちらを見てて、でその休憩中とか12時から1時までは食事中なんで、今ですね好きなプロレスの三沢光晴さん2代目タイガーマスクの本を読んでて、ちょっと一段落って形ですね。昨日は結構寝れたかなと思うんですけど、やっぱ途中で何回も起きるし、ただやっぱりいつもと違うのは、最近言ってますけど、いい夢を見るんですよね。怖い夢とか嫌な夢を見るわけじゃないんで、そういう意味では結構メンタルは安定してるんじゃないかなって勝手に思っております。ちなみにアドバイスをいただいて、いつもとありがたいんですけど、全部火属性で固めました。なんかこう今何回かちょっと話はしてる気がするんですけど、ポケモンしてえなっていう風に思ったりはしますよね。だから僕 DS 持ってるんで、 DS じゃなくて、あ、そうです、 DS を持ってるんで、 DS のポケモンからするのもいいのかなって勝手に思ったりして、スイッチは持ってないんでね。ヘルガー、しっぽい、ヘルガーは火属性じゃないんですかね。ちょっとかっこいいじゃないですか。初ですかね、ヘルガーは。怒った時に口から、あーやっぱ、ってことはヘルガーは火属性じゃないのかい。前回どれくらい入れてたかな。お、最高じゃないですか。あーだけどまあさすがに今回じゃ無理ですよね。もうさっき話したんですけど、ポケモンをね、スイッチ持ってれば最高なんでしょうけど、これってチャンスは続いてるんですか。お腹いっぱいになりますよね。いや、こういう時のためにやっぱもっといいサブレは取っとかないといけなかったですね。お、よかった、フードファイターでしたわ。これはでかいんじゃないですか。だからポケモンをしたらより一層ポケモンを楽しめる気がするんで、ポケモンスリープを。たくさんシリーズがありすぎるんで、どれをすればいいんだいってのはちょっとあったりはするんですけどね。まあネットで調べろよって話なんですけど、まあ、初代のポケモンからして、でもどうなんですかね、いきなり初代のしてもなかなか、ちょっとやったことはあるんですけど、まあ、愚痴ばっかですけどね、まあ、やりやすいのが一番いいんじゃないかなと思ってて、まあ、アニメ見るとかもありなのかもしんないですけどね。これで3体もゲットできましたよ、今朝は。今朝というか今日は。前歯かじりねね。絶対歯痛めるから、よっぽど歯強いっすよ。僕はちなみにマウスピースして寝てますからね。マウスピースして寝るめちゃくちゃおすすめですからね。レベル19、勇敢。素晴らしい。ヨギラスか。お首をね。性格も十分関係あるんですよね。そうなんです。男の子か女の子かも関係ありそうですけどね。
一応ちょっと回収して食事与えて、ポケモンは日本が誇る最強のコンテンツですもんね。だすごいですよね、考え出したポケモンをシリーズ化して任天堂のスイッチが売れたってのにポケモンは大きく影響してるでしょうし、まあ、マリオシリーズしかり、スマブラしかり、フォートナイトじゃなくてあのペインティングのですね、しかり、キラーコンテンツがたくさんありますからね。子供も楽しめるしってことだと思うんですけど、あ、もういっぱいか。まあだけど取れるだけ取っときますか。勝手に火属性でしょって思ってるんですけど、いやどう考えても火属性でしょ。ガルーラ、あれレベル19とか、あ、火属性じゃないのか、炎吐くって言ってて、マジか。炎を吐きますって言ってて説明に、違うんか。そうですか、わかりました、すぐ指示に従うんで。さあということでね、今日も一日、まあ今日は将棋かなと思ってるんで、どっちが勝つか楽しみにしながら一日頑張っていきたいと思います。